はですね、心とコラボみたいな感じになってきておりますけれども、ありが今とうございます。声かけていただいて。ねえ、ありがとうございます。本当、私歌でね、心が楽になりますように、時には背中を押すことができますようにっていう思いで歌の配信をねさせていただいてるんですけれども、一緒になんかこう少しずつ何て言うんだろう、歌を交互に歌いながら、皆さんにこうゆったりしていただけるような雰囲気になっていただければいいなと思って、きみこさんとブルース雄一さんをお誘いしました。ありえがとうございー、まありがとうございす。まありがとうす。ね、ござい今ます。日ね、ありがとうございます。ね、もしよかったらきみこさん、雄一さんの方から、自己紹介していただきながら一自己曲。紹介。うん、そうですね。はーい。自己紹介。こんにちは、皆様。ブルース雄一、今日はですね、2人ともアカウントあるんですけど、今日は私の方のアカウントから配信をしておりまして、きみこと言いまして、こっちギターを持っているのがブルース雄一です。よろしくお願いいたします。お願いします。以前ね、812っていうライブ配信アプリで曽根妙子さんと知り合えて、本当に。もう本当になんか幸せですよ。太鼓さんとお知り合いになれて、こうしてそんコなラそんなボをこちらこそさせていただくなんてって感じですけど、ありがとうごもうざいドまキす。ドキです。はい、では何かね、一曲よろしくお願いいたします。はい、わかりました。何からいこうかな。約束の日。何でもいいよ。じゃあ、約束の日という曲が約束の日。ありまして、はーい。大丈夫大丈夫みんな大好きだからという絵本のテーマ曲になっている曲がありまして、その曲を最初に歌わせていただこうかなと思います。信じてる愛だけが
超癒し超癒しなんだろう、なんかマイナスイオンを発してますよね、お二人からね。いやいやいやなんか森林浴させてもらってるみたいな。あ、出てますね、出てます、出てますマイナスですか、ね、皆さんこんにちは。あ、素敵に癒されました。なんかね、命のこと。そうですね、じゃあ私も続けていこうかな。これ本当に何十年も前の曲なんですけど、本当にどの時代とか、うん、今にも今でも本当にあの、うん、心に響くっていうか、あのね、全て愛に導かれてっていう、たった一つの光っていうのがもう本当にいつ聞いても、うん、本当本当だなって思いましたね、いつもね。あつんちゃん、じゃあですね、私は竹内まりやさんの命の歌、あのキミコさんが最近弾き語りされてましたよね、あの TikTok の方で。そうなんですよ、あ、一部分だけうん、なんかそれもハモリできたらなと思いましたが、ちょっと私今日は、今はね、今は一人で歌いますそれでは皆さんお受け取りください。お二人って思った、お二人のなんかこう二人でずっと寄り添ってきて、いろんなこと乗り越えて今があって、いろんなんか穏やかに過ごして音楽で共にっていう、なんか合わさってみたいな、なんか
そうですよ、いろいろあっての今がっていういや、なんか本当に2人で歌えば懐かしく蘇るっていうか、うん、なんか今日、いや私なんかこのね心歌コラボすごくなんか自分の中で面白くって、うん、その歌をいただくじゃないですか、いただきました、はい、そっから受けて、じゃあ私が何をお返しできるかなみたいな、こういうやり取りのコラボの感覚なんですよ、うん、音を重ねていく、はいはい、あの、うん、アンサンブルのコラボってイメージもあるけど、うん、なんか今この2人のあったかさのなんかふわーっとしたオレンジ色のようななんかあったかいぬくもりのような音の命の歌歌わせてもらいましたいや本当素敵でした、すごいね、よかった、うん、なんだろうね、ほんとスーッと入ってくるね、スーって感じだね、うん、嬉しい。でも、あのね、お二人の演奏も本当にそばにいるよって、うん、ずっとそばにいるからねっていう、ね、魂のコラボとかね、本当だからその精神性だから心歌の感覚が少しいろいろ私の中でも変わってきてて、うんうん、なんかいろんなことを許すきっかけになる歌になりますようにって最近思ってるんですよ。自分のいろんな大変なことがあったり辛いことがあったりとかしても、うんうん、自分が自分の中で許可を出せて許せたら、うん、まあそれは私自身も含めてなんですけど、いろんな感情起こることも OK だよ大丈夫だよって、うん、そうすると多分聞いた方も許可を出せたりとかして、うん、涙が溢れたりとか何かこう感じてもらえるのかななんて最近思っていて、うん、だからなんかこうお二人の歌演奏を聞いてて、あなんかそこがあるっていう感じの感覚がありました。なんかお互い認め合ってるっていうか寄り添い合ってるっていう感覚がすごい来たから、オンラインなんですけどね。いやなんかお会いしてたらもっといろいろ感じるんだろうなとか思ったり、そうですよね。なんか。うん、今どちらでブルースカフェってやられてるんでしたっけ、うん、岐阜県です。あ岐阜県、はい、あもうだからいつか岐阜に行くときにはあの絶対聞かせてもらいたいな、ぜひぜひ絶対聞かせてもらいたいもうこちらがこちらが聞かせていただきたいあれなんですけど、いやいやそんなでさっきの話じゃないけど、本当に自分を許すってすごく、うんね、あの簡単そうで難しかったりもして、うん、でもすごくそこができればうん、とてもそうだね、うん、あのそうだよね、そうだね、自分をこう許してあげれると、うん、許せれないの、許せそう許せれない、あここにいたとでもすごいわかるんです許せれないの、うん、許せれない、うん、うん、だけどなんか休む時ねとか、うんうん、そこをなんとかどうぞ、うん、ねそこをなんとかあだそうそう、うんあのね時差があるからすいません話がこういやいやそうなんかそこのところがいや思ったんですよ最近、ま、私も一進一退で体調とともに生きてるんですけど、うん、あのそれを休まされて休むのか自分で休むとして休むのか、うん、休んでることを許してるのかっていうので全然こう、うん、あの承認っていうか楽になる度合いが変わるなっていうのをすごく体感して、うんうん、これっていろんなことがあるかもしれないなとかも思って、うん、そうだからそういうところがすごくまあでもねお二人はそこら辺とかもできないよって言っておきながらなんか二人ではできてる感じが感じますよなんかそうでもなんかこう本当にいろんなことがあって、うん、いろんな人に出会って、うん、あのこうできるねまだかんできますよって言い切れないんですけど、うんうん、言い切れない部分もいっぱいあるんだけど昔よりは随分本当にこういろんな人のおかげで自分をこう許すっていうことができるようになってきたなって、うん、本当に周りの人のおかげであでも本当そうですよね、うん、もちろんねブルース・イーツの存在もすごく大きいんですけど、うんうんうん、その自分を許すって本当に難しい難しい、うんうん、難しいよね難しまあね難しいって言ったらあれなんだけど語弊があるかもしれないんですけど、うん、でもすごく大きなことだなと思いますよね。なんかさ、あれじゃん。昔はさ、あんまり人に出会わなかった時って若い頃は、自分しか知らないから自分がすごいと思ってたのね、俺はね。おで、こうすごい人に出会うことによって自己否定になっていくっていうか。あ比べたりとか。比べちゃうんだよね、人とね。比べなくてもいいって言われるんだけど。
でもやっぱ比べちゃうし、でも比べることによってなんか自分のその弱さとか、そのまあ強さだったりとかで、足りないものをこうなんか勉強して補ったりとか、まあそういうまあ逆にエネルギーに変えれるところもあるけど、でも辛いことが多いよね。なんかこの曲「僕がそばにいるよ」っていう相沢さん、広政さんっていう方の曲があるんですけど、これ相沢さんに聞いた時に、誰を対象者に作ったんですかって言った時に、別に奥さんだとかそういう対象がいないんだって言って、この「僕がそばにいるよ」ができてるんですよ。じゃあ僕のそばにいるのは誰ってことじゃないですか。で、これ私いつも思ってるのがインナーボイスソングって自分で思っていて、自分の中にいる自分に寄り添う曲じゃないかなって思ったんですよ。で、さっきこう人いろんなね、ブルース・リーさんがいろんな人と会うことによって比べちゃって自分を責めたとかいうこともあるじゃないですか。でもそれってそうだよね、なんかこう例えばこうだったらいいのになって思うよねって例えば言ってくれる第三者か、もしくは自分の中にいる人がいたら、その気持ちってそれで終わるんだけど、ある意味こう思っちゃいけないとか、そういう否定的なことがあると、だから怒りとか、そういう悲しみとかもそのまま受け入れたらそのままで終わるのに、なんかひねくれていくんですよね。そうだけど、なんかそう、この曲の歌詞の中にいろいろ出てくるんですけど、なんかいつも自分の中で本当にのそばにいてくれるのは自分で、許してあげるのも自分で、逆に一番攻撃できるのも自分でっていうところが、一緒にこう手を携えて自分の中にいる自分さんと一緒に仲良くできていけるように、ちょっと歌ってもいいですか？ どんな歌い方だって感じなんだけど 素晴らしい。よくわかりました。わかりやすい。なんかそういうわかりふうましたな、よ。本当ですか？そういうふうな歌い方でこの曲を歌ってみたいです。いや、素 敵。ということで、じゃあちょっとお届けしてみますね。はい。お受け取りください。僕がそばにいるよ。お話と一緒に、お話が歌になってるって感じの 思ってね、歌わ君せてのもらっ笑たんで顔がすけ大ど、好きだからね。そう、でもそれを自分に言えるようになると、本当の許可が下りるっていうか、作り笑いじゃなくって心の中でちゃんと笑うっていうような、そんなイそうメーですジ。ね。はい、なんかでもこれ本当にいろんな対象の時に、例えば自分の、お子さんにとかっていう思いで歌ったりとか、いろいろねすることもあるんですけど、なんか今日はね、今のお話の流れの、なんか受け取った中のお話の流れからこんな風に歌ってみました。はい、それではね、卑弥呼さんとゆいちさん、よろしければお歌の方お願いします。声に透明感があってって感うん、じ声、ね。
透明感すごいよね。透明感があってとっても素敵でしたって今あの太鼓さんのお歌を聞いて感想をくださってて、すごい本当なんかこう細胞にこう浸透するような声質だもんね。そうね、ありがとうございます。体に染みる、うんうんうん、そうでもちょっとなんか扱いがうまくなんて言うんだろうな、こう復帰後復帰したばっかりっていう感じなんで、うんうん、こう声もカスカスで出れなかった時もあったりとかして、うんうん、あんまり今声の状態扱いづらいんですけど、でもなんかこの楽器でできることってなんだろうっていう、うんうん、なんかやっぱ本当にその心の面で歌うっていうか、そのメッセージを届けるっていう自分がツールになれたらいいなと思って、うん、そこだけしか考えないで、ちょっともっともっと声が楽に、あと心も楽にしてって、皆さんにこう、うん、もっと聞いててもっと楽になるようなものをお届けしたいなと思ってます。すごくあの、うん、分かります、分かりますっていうか、その、うん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 、あの私はまあその復帰とかそういうんじゃないんだけど、うんまあ、この専門にこう歌を歌ってるっていうわけではなくて、うん、でその声の調子がいい悪いとかっていうと、なんか年もあると思うんですけど、年を重ねていくと前までできた歌が歌えないとか、うん、その声の調子がいい時ってあんまり少ないんですね、うん、どうですか、うん、あのあんまり調子が良くない時の方が多いんですけど、なんかそれをそこにフィーチャーするとじゃなくて、今自分にできることで、その今配信で皆さんが聞いてくださって喜んでくださる、はい、ですごく私も幸せになれるって、もうそこが満足できたらいいじゃないって思って、うん、あの本当に、うん、なんかその調子がいい悪いとか、出る声が出る出ないって言ったら、私も結構もう高音すごい苦手でカスカスなんですけど、いつも、うん、でもなんかそういうところじゃないところで、いやいや、うん、本当に、うんうん、あの満足できたら本当に幸せと思って、いつもなんか歌わせていただいてるんですよ。だからすごく今太鼓さんの言葉がすごく分かりました、うん、もう癒されてます。だからもうそのもうだからこそ今日はね、一緒にね、あのゆっくりできる時間というか、どちらかというと穏やかみたいな、うん、でも話してたりとか歌ってると、あこういうことを お伝えするためにお二人と一緒にやったのかなみたいなところが出てくるから、内面性っていうか、うん、だからやっぱり面白いなと思って、このコラボがね、うん、やる人やる人で全然違うんですよ、うん、本当に。そうですよね、うん、やっぱり人のエネルギーってみんな個々に違うからね、うん、そのエネルギーでこう多分歌のバイブスとかも多分出るんだろうし、エネルギーってね、はい、うん、いやその時の自分のバロメーターもあるだろうし、そうなんですよ ね、はい、でもね、みんなちょっと待って、この歌がこの歌うまい、この歌姫がさ、悩みがあるんだもんね。うまくても悩みがあるからさ、うまくなくても悩みがあるから、なんていうの、みんな一緒だなって思うね、うん、いやいや、だって綺麗な人でも綺麗な人なりの悩みがあるんでしょ、うん、いや綺麗な人もね、そうですよね、そうだよね、どこまで行っても悩みっていうのは多分尽きないから、だからその、うん、さっきね太鼓さんが言ったみたいにさ、うん、その何ていうの、自分を認めてあげる、うん、悩んでる自分も認めてあげるっていうか、うん、そう悩んでるよねって言って全て OK っていうのをできれば、うん、もう本当に楽に生きれるんじゃないかなと思うよね、うんうん、だからなんかその抱擁っていうか愛だったりって、さっき愛の曲から始まったような感じで命に流れてきて、こうそれをだからそれを育ててるのって、ある意味自分、まず自分が育てないと人にも分けてあげれないようなとこの感覚に来ていますけど、でもこれを本当にどんなことを外に向けてゲットしようとするよりも、本当にその日のその瞬間に許可を自分に出せたら、うん、もうそれだけで効果は絶大、うん、一番無料でお金かかんないんだけど、そうそう、なんかそういう感覚がある、かななんて思いました、ね、じゃあお二人の何か今日やりたい曲何かありましたら皆さんにお届けしてください、ね、はい、ありがとうございます。あれだよね、もう
もう生きてるだけで素晴らしいんだよみんな生きてる本当に全てそのままで OK ってあやこもコメント に、ね、書いてくださって、全てそのままで、うん、ね、そうピロリンさんが大好きってね、しんみります優しさにあふれたお二人大好きですって、太鼓さんお元気そうで何よりですって、ね、っちゃんが ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、いやもうみんながやっぱりいてくれるからこそですよこれ。そう本当に私たちも、うん、生きてるからこそこうやって出会えてるんだからさ、うん、ね、そうですよね、だから、まあ、共感し合えるとか共に感じ合えるってすごくありがたいことですよね、うんうんうん、だからこの配信も本当にこうやってできるようになってよかったなと思って、うん、ね、ありがとうございます。もうなんか私たちは、もう一曲何にしようかなって約束には歌おうって思っていて、もう一曲は本当にあの今ありがとうございますって言うけど本当にサンキューという曲を歌いたいなと思って、この歌詞の中でも本当にどんな自分でもねこう受け入れてもらえて、あの配信を始めて本当太鼓さんもそうだけど TikTok ではすごくたくさんの方が、うん、そうそうね、聞いていらして、そのこうたくさんの人がいるこの中から私たちを見つけてくれてありがとうっていう最初のその歌詞から始まる歌なんですけど、うん、皆さんにお伝えしたいなと思いまして「Thank You」という曲を歌いたいと思います。はい、お願いします。
ございました。なんかこの曲綺麗な、素敵ね、ね、綺麗な曲で、本当はピアノ曲なんですけど、なんか歌詞が、ね、うん、ついてるよっていうことで教えていただいて、ちょっと、ね、リクエストやらせていただきました、ね、お名前ちょっと覚えれなかったけれども、巡り合いってピアノ、そう、アンドレ・ギャニオンさんの巡り合いっていう、うん、曲で、これに、まあ、日本人の人の歌詞をつけた、ね、皆さんパチパチありがとうございます、ね、最高の日だとかね言ってくれて本当嬉しいんです、ね、もう暑い、大どうしましょうか、おしまいにしましょうか、やりましょうか。じゃあ今日はね、お二人の演奏でね、この配信を終わりたいなと思いますけど、本当皆さんね、たくさん温かいコメントね、ギフティングなど、ね、応援ありがとうございます。じゃあ伊藤よろしくお願いいたします、はい、元気よね。放送になったらごめんなさいね、またね大丈夫です、ね、リアルです、これがリアルです、そうそうなぜ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、私織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない、ありがとう。あ、みんなこれで今日は熟睡ですね。もしかしてお昼寝してる人もいるかもしれませんが。はい、じゃあ、あのキミコさんたちの活動の様子とかっていうのはどこで見れるんですか。どこで何やってるとかっていうのは。ハクナライブとかってことですか。そうですね。今はハクナライブを中心にやっていて、ハクナの中の、うん、そのなんかまあタイムライン的なところでお知らせをして。いるので、そうなんですね、うん、そうなんですよ。なのでちょこっとあのこれをきっかけに TikTok でもライブ配信ができたらいいなとは思っているんですが、うん、あ、本当にマイペースな配信なんですが皆様よろしくお願いいたしますいつかリアルで一緒に声を重ねられることを本当です、ね、楽しみにしています。はい、はい、私も楽しみにしています。はい、近くに近づいてきてくる、近づいてきてくるはい、じゃあ今日はここまでにねしたいと思います。じゃあ皆さんまたありがとうございました。ありがとうございました。キミコさんいつもありがとうございました。また